皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回はですね、とあるところで買ってきたものを飲料レビューしていきたいと思います。今回飲料レビューするのはこちらですね。水屋サイダー丸絞り桃味ですね。これは水屋サイダーの期間限定の味となっております。コンビニの方で147円ぐらいしましたね。名称は炭酸飲料、原材料名は砂糖類、桃果汁、香料3ミリとなっております。内容量の方は500ミリリットルとなっておりますね。アサヒ飲料株式会社となっております。それではですね、飲んでいきたいと思います。自分ね、結構期間限定とかね、売られてるものとか結構好きなんでね、今回これを飲料レビューしようかなと思ってね、自分の近くのローソンで買ってきました。なんか桃の香りが若干しますね。果汁の方は 1% の 1% となっておりますね。桃の味がほのかにする炭酸飲料ですね。そんなに冷えていなかったのか、若干なんかぬるいような感じがします。もう一杯飲んでいきたいと思います。桃がすごい美味しいですね。これはですね、甘いものとかね、炭酸飲料が好きな方にはおすすめできると思います。皆さんもね、これね、美味しいんでぜひ買ってみてください。それではですね、こんな感じでしたけど、動画はね、終わりたいと思います。それでは皆さん、さよなら。